15がこのノーダンホースパークの特設会場で行われます。今日は1歳セッションということで、最後の最後までですね、この YouTube そしてニコ生の方でお届けしてまいります。冒頭とエンディングの方で喋らせていただきますのは古谷武彦です。よろしくお願いします。今日早速ですけれども欠場馬が出ています。それをちょっとお伝えしておきます。欠場馬は6頭出ています。8番、29番、57番、130番、144番、243番、この6頭が欠場となっております。欠場馬は8番、29番、57番、130番、144番、243番、この6頭が欠場となっております。ご注意ください。今年のセレクトセール、1歳セッションではディープインパクト3区はもちろんですけれども、持ち込みでタピットの3区、こちらも非常に注目されております。今日前半の方でやはりおそらく高くなるんじゃないかなというふうに思うのが上場番号50番ラッシュラッシーズの2014、ガリレオの肌にディープインパクトという配合です。お母さんのラッシュラッシーズは、アイルランドの G1 ホースということで、そのヨーロッパ G1 馬のお母さんにディープインパクトとの配合ということで、この序盤戦50番のラッシュラッシーズの2014、これはぜひちょっと注目しておいてください。それから上場番号91番コンテスティットの2014、このお母さんのコンテスティットはアメリカの G1 馬です。ダート G1 馬にディープインパクトとの配合となっております。こちらも おそらく高い評価を受ける形になるんじゃないかなというふうに考えられています。それから今年のダービーで3着に好走しました里のクラウンの弟に当たりますジョコンダセカンドの2014、こちらもディープインパクトとの配合ということになっています。上場番号は107番です。上場番号107番、ジョコンダセカンドの2014。その次にですね、上場番号108番、シャンパン道路の2014、これが、アメリカ G1 馬のお母さんにタピットとの配合という、5月15日生まれですけれども、非常にボリューム感のある馬体を感じさせます。この持ち込みはぜひご注目ください。それから上場番号120番、ディープインパクト3個の今度は牝馬になりますがガビオラの2014、こちらはアメリカの芝の G1 馬のお母さんということになっております。お母さんがアメリカの芝の G1 馬ガビオラという配合にディープインパクト、そして品系をたどればですね、テイエムオペラ王の名前も連ねているということで、日本の競馬の適性というのも非常に高く示している品系、それにディープインパクトということになっています。あとはですね、146番ハービンジャー3区のボバ、バブルドリームの2014、こちらはラップ&バブルズの兄弟というのがお母さんですから、ディープブリランテが近親にいるという配合です。ハービンジャーもこの世代で3世代目ということになりますが、やはり、じわじわとその質も高まっている感じがありますし、このハービンジャー3区、リザーブはそんなに高くなかったので、高値ということではないんですが、じわじわと上がっていく可能性があるといいますか、昨日の下見の段階でも相当多くの人に見られていたという点で、個人的には注目をしています。それからですねエンパイアメーカー3区でちょっと遡りますが、上場番号106番です。この100番台というのが非常に素質馬が揃っていますが、レイブドフィーの2014、エンパイアメーカーサンクロボバです。これは祖母が全欧3歳牝馬チャンピオンのドセラシャム、この系統はヘクタープロテクターもいます。名品が連ねる、あるいは守護馬なども連ねる品系にアメリカでも評価の高いエンパイアメーカーとの配合ということで、これは馬っぷりなんかでもエンパイアメーカーサンクの中でも群を抜いて、いい馬です。またアメリカでもそのエンパイアメーカーに注目が集まってきていますが、
日本では少しずつ種付け頭数がちょっと減少している中で、こういった素晴らしい馬がですね、セレクトセールでどういった評価を見せるか、あるいは最近2歳戦でも北海道競馬で、活躍をしている馬もいますので、割とこの世代、2歳世代なんかは2歳戦からも走っている感じもありますから、エンパイアメーカー3区改めて、ちょっと注目したいなというふうに思っています。それから上場番号152番ラシャルマンテの2014、またディープインパクト3区のボバということになりますが、お母さんのラシャルマンテはアルゼンチンの G2 馬ということになっています。カレン・マタドールなどが JRA で2勝しているその弟に当たります。まあ、その他にもですね、本当にいいドイツオークス馬のお母さんにディープブリランテの配合というプンティラの2014ですとか、そうそうたる馬たち、お母さんに名手ボバが配合されているセレクトセール、例年にも増してですね、本当にラインナップが揃っています。来年の POG に向けてもですね、ぜひ予習をする上で、今年のセレクトセール1歳セッション、ご注目いただきたいと思います。また1番から、まあ、前半25番ぐらいまで、長浜さんという鑑定人がですね、千葉トレーニングセールでもおなじみなんですけれども、ちょっと足をつったばっかりということで、体調が今一つの中で、どういった喋りを見せてくれるか注目したいと思いますが、11番でしたかね、11番のハービンジャー3区の時にですね、ちょっと何言うか注目してみてください。あとはタートルボールの時にも何か言うかもしれません。そのあたりは、個人的な趣味になるかもしれませんけれども、皆さんもそのフレーズをですね、至るところで使っていただければというふうに思います。まもなくセレクトセール2015、表彰式があって、その後に10時から競り開始ということになります。長丁場になりますが、ぜひ今年もセレクトセール最後までお付き合いいただければと思います。また競りが終わった後にこの場でですね、初日の総括をしていきたいと思います。よろしくお願いします。さらに世界で活躍する馬が出てくることを祈りながら開会のご挨拶とさせていただきます。2日間どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それでは引き続きまして恒例となっております G1 勝ち馬へのメダル授与式に移りたいと思います。受賞者の皆様方、ぜひご入場いただきたいと思います。セレクトセール出身馬が国内外の G1 競争に勝利した場合、1頭につき1回関係者に金メダルを授与させていただいております。今回の金メダル、昨年のセレクトセール終了から今年のセールまで新たに G1 レースを制した4頭が対象となっております。まずはオーストラリアのコーフィンロカップをトップハンデで制したアドマイア・ラクティ、2頭目はエリザベス女王杯前年2着のリベンジを果たしたラクシス、3頭目はマイルチャンピオンシップレースレコードで制したダノンシャーク、そして最後に桜花賞除外の無念を晴らしオークスを制したミッキークイーン号です。この4頭加えまして、セレクトセールプレミアムの対象になりました新潟2歳ステークスを制したミューゼス・スルタン、ガラビー東京スポーツ杯2歳ステークスを制した里のグラウンドの映像も合わせて勝利の模様をご覧いただきたいと思います。Out of the 200, led by two lengths from Brambles, Hawksbur, Ladari. Here's Admire Rechney starting to run on, but Rising Romance at the 100 by about a length and a half. Admire Rechney mows her down. Admire Rechney raced up to Rising Romance. They come to the line. Admire Rechney in the last stride beat Rising Romance. A photo third.今度はヌーボリコルト抜け出してくる、ラクシスが間から、ラクシスが間から大外からはディアデラマドレ、大外からディアデラマドレ、キャトルフィーユが接近する、先頭は5番のヌーボリコルトだが外からはラクシスが接近する、ラクシス、ヌーボリコルト、ラクシス、ヌーボリコルト並んで合流。
ラクシスかヌーボレコルトか。最後はこの2頭がびっしり。外からグランデッツが並びかける。間からは8番のフィエロ、間から8番のフィエロが今度は先頭か。追いすがってくる10番のロゴタイプ。内田沿いからダノンシャークが襲いかかる。先頭は8番のフィエロ、12番のダノンシャークが迫ってきた。3番手グランデッツ、8番のフィエロかダノンシャークか、ゴリ。200m を通過した。さらには頑張っているうち8番ローテッドの体勢。おお、外からミッキークイーン、おお、外からミッキークイーン、ミッキークイーン、ルージュバック、クルミラル3番でミッキークイーンだ、ミッキークイーンゴールイン、ミッキークイーンです。これら馬群の間からは4番のビゼスルタンも追い込んできた。さらには連れて10番のコメートも追って200を切りました。粘っている3番カシノハリウッド、内から15番脇の響き、外の角馬4番ビゼスルタン、2番西のラッシュ、さらには7番のアブニールマルシェ、4番ビゼスルタン、アブニールマルシェ、ゴールイン2頭並びました。9番のクラージュシチ、さらには13番のスワーブジョージ追い込んで、大外からは10番のエビネスク、横にずらり広がってこれは激戦。さらに内目を狙って2番のアブニールマルシェ、2番のアブニールマルシェ、横一線の激戦を制すか。1番のサトノクラウン、1番サトノクラウンゴール、1番サトノクラウン差し切りました。ということで喜びの映像をご覧いただきました。もう一度大きな拍手をお願い申し上げます。それでは今日の会場からメダルを授与していただきます。今年メダルを先導してくださるのはハッピーポニー賞の山ちゃんです。山ちゃんお願いします。昨年まではねハッピーポニー賞のめめちゃんが運んできてくれたんですが、今年は山ちゃん大役を引き受けることになりました。山ちゃんです。はい、それではお一人ずつメダルを授与していただきたいと思います。まずはアドマイアルティ号のオーナー近藤林一様の代理で梅田智之調教師様、おめでとうございます。続きましてラキシス号のオーナー大島雅也様、おめでとうございます。続きましてダノンシャーク号のオーナーダノックス様の代表であられます野田雅宏様です。野田様おめでとうございます。そして最後にミッキークイーン号のオーナー野田瑞樹様、なんとご夫妻でのご登壇となっております。世界一幸せなご夫妻だと思います。おめでとうございます。さあここで山ちゃんからもお祝いのパフォーマンスがあるようです。山ちゃんお願いします。大きく足を伸ばして皆さんの前でご挨拶です。手を振ってます。山ちゃんの手を振ってます。万歳、おめでとうございます。山ちゃんありがとうございました。佐藤さんありがとうございました。でこの後受賞者の皆様方お写真を撮っていただきたいと思いますので、カメラの方前の方にご参集いただけますか。会場もぜひ一緒に入ってください。会場の皆様方、来年のこのセールではぜひ、あるいは再来年のセールではぜひここにお立ちいただけますように、素晴らしい馬のご購買よろしくお願いを申し上げたいと存じます。はい、ありがとうございました。以上で金メダル授与式を終わらせていただきたいと思います。受賞者の皆様方に今一度大きな拍手をお願い申し上げます。それではこれをもちましてセレクトセール2015開会式を終了させていただきます。ありがとうございました。